はい、というわけで皆様お疲れ様です。タラニーです。SSTR2022 テンスアニバーサリー、最終日の5月28日無事参加してきました。で、これがゴールの時の千里浜なぎさドライブウェイの動画になるんですけども、今回こういう風な、動画になったちょっといきさつなんですけど、ちょうどね、SSTR 走ってる最中のお昼くらいですかね、ちょっとSSTR 運営の方から、以下のようなメールが入ってきました。重要なお知らせ、本日5月28日、高潮と海からの風の影響により、本日の千里浜なぎさドライブウェイは一部区間を除き通行止めとなっております。ゴール会場も同様に波の影響を受け、砂浜が極端に狭く、会場としての使用が難しい状況となり、苦渋の判断ではありますが、本来予定しておりました砂浜でのゴール受付会場を、千里浜レストハウス横の広場といたします。また、千里浜インターチェンジから終点の区間のみの走行可能となりますので、ご注意ください。ゴール登録は極力駐車場へ駐車いただいた上での登録をお願いいたします。ゴール登録は千里浜なぎさドライブウェイ支店から終点までの8キロの区間周辺で登録は可能となっております。写真撮影は千里浜口から終点レストハウスまでの間800メートルの間で行う予定です。渋滞と混雑緩和のためにも駐車場でのゴール登録をお願いいたします。出走最終日、天候には恵まれ快晴となっております。皆様お気をつけてお越しください。なおイベントスケジュールに変更はありません、というようなメールが、届きました。砂浜のね、上でのゴールや長い区間砂浜走るのを楽しみにはしていたんですけども、まあ、これも自然のことなので、致し方ないところではあります。おかげさまでですね、無事、無事故無違反安全運転の方で、所有の条件を満たして SSTR2022 に無事完走することができました。本当にね、同じような形で走られてた皆様や運営の方々、地元の方もね、歓迎してくれて、本当に皆様、お疲れ様でございました。本当に楽しいイベントだったのでね、また次回も開催する際は参加したいと思います。今回の動画はね、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。皆様もぜひ SSTR 興味があったら参加してみてください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。